バナナが美味しいのはみんな知っています。でも知っていますか？黄色いバナナは昔金よりも人気で、台湾最強の海外為替の新鋭軍であるだけでなく、台湾にバナナ王国という名声まで打ち立ててくれたのですよ。畑山のバナナは一体どれだけすごいのか、実際に見てみましょう。台湾で知らない人はいないバナナ王国を見つけたいなら、高雄に来れば間違いありません。以前バナナは台湾のために海外為替の基礎を据え、バナナ棚と呼ばれていたバナナハトバは以前バナナの積み出し基地でした。時代の変化に従って老建築物は新たに生まれ変わり、元のバナナ棚は広大で美しいバナナ物語館となりました。歩みを緩めれば古写真や懐かしい文献から当時のバナナ町の風情を感じ取ることができます。バナナハトバを巡り終えたら、もちろん高尾バナナの産地畑山に行くべきですよ。畑山に足を踏み入れば、まるでタイムトンネルの中に入ったみたい。古い趣のバロック式建築が至るところで当時の栄華を暗示しています。畑山はバナナによって建てられた町だと言ってもちっとも過言ではないのです。竹子门发电厂的电源发电出来以后呢，在我们的旗尾，这是旗尾山的最尾端呢，盖了一个旗尾糖厂，所以呢，就无形中因为我们这个旗尾糖厂的排放的水到溪州那边肥沃，非常肥沃，所以他就种香蕉，种出来香蕉就又大又肥又好。就这样子带动整个我们岐山这个香蕉王国这样子延伸出来。その年、畑山はバナナの海外輸出により天文数字級の大金を設け、バナナ農家たちの株も上がりました。当初的种香蕉是比这个上班族还要好，就是两串香蕉，两串香蕉可以抵一个人。公務人員の薪水一個月。このような時代背景の中で、知らない人はいない伝説の人物が誕生しました。彼こそ畑山のバナナ大王ロエンです。因為盧鼎呢把我們岐山他自己種的香蕉叫自產自銷，就賣給這個糖廠的這個长官，或者他们要回去日本的这个朋友，就当伴手礼带到日本去。那这个老北郊就因为这样子的一个过程呢，在日本搭响这个台湾香蕉的名号。畑山の富豪として当時のロエンも自然と多くの伝説を残しました。その中でも興味深く話されることは、畑山農業の信用部で起こったのですよ。伊较早拢穿迄种衣衫啦、裤衩衫啦，爱讲要领，爱迄个草地人咯，啊穿地鞋啊迄种，啊到迄个小姐去看伊啊，干啥？做邋遢安尼啦。不理他啦。嘿啦，比如讲伊做啥去伫遐排啊啦，啊后续有迄较有人穿衫较好来啊，拢一直领互伊安尼啦，一直领到尾啊，伊等到不耐烦啊啦，讲奇怪啊，我只知啊臭臊来啊，等到要倒啊，拢买倒。一時は大騒動になったロエン現金引き出し事件は、今でも畑山人のお茶の間で興味深く話される熱い話題です。
しかし環境の変化に従ってバナナは当初の供給が間に合わなかった盛況ぶりから瞬く間に価格が暴落し、供給が需要を上回り大量に売れ残る果物となりました。一時は華やかだったバナナの町も長い低潮期に陥りました。中華美酒啊，菲律宾的金酒，后底有底外销到日本了，按慢慢的市场，呾慢慢单衰退，啊单好，好迄菲律宾也是中华美酒会占去，因为呢你成本较低，按这边的成本较悬。他の人が見たら醜くて古く汚いこのバナナ園は、ちょうど彼らを養ってくれた母親のようです。子は母の醜さを嫌うことなしと言われるように、バナナ農家たちも軽々しく子供の頃から付き合ってきたこのバナナ園を放棄するはずがありません。因为金山这所在，它的整个香蕉王国嘛，所以讲啊，啊金蕉继续种，我无专注，我继续种金蕉，就是讲啊，把这行业吼，看能传承下去也变的啦。啊，无其实吼，做这样那么专注啊，专注。白种的作物，伊迄种的收入嘛，比香蕉较好。一体なぜバナナを諦めたくなかったのか。実は彼ら自身も使命感やら責任感といった大層なことははるか遠すぎて言えません。彼らはただ着実にバナナ園で働けば嬉しい気持ちになり、人々に捨てられたバナナ園を見ると悲しくなる。それだけなのです。我种个金蕉，啊，迄当丰收，啊，伊个产量悬，伊个迄个伊个品质水，哦，迄种嘛，感觉讲啊，我有成就感，我种个金蕉安尼比较比人较好，安尼迄种嘛是种个欢喜啦。啊，在家食金蕉做早顿啊，心情轻松嘛，袂爱困。啊，精神好，要怎样开啊？啊，暗时啊，食金蕉做暗顿，啊，心情平静，佫真好困。啊，无食金蕉虽然袂死啊，毋过你食金蕉，人会欢喜啊。啊，所以有金蕉，我嘛是讲对金蕉作喜爱。我食一工好，我安尼来怎样开，安尼吃啊，食六七条有啊。数々の困難に遭いながらも、彼らは互いに支え合って歩み。つまずいたところから這い上がってきました。是唔管这个产业去又无去，啊，得看讲希望啦，希望看会当搁再搁风光一摆啊，袂。我嘛是看抱一个希望、期待的心态安尼啦。バナナ農家たちは新時代の農業思想を吸収し、一歩ずつ失われた海外輸出の市場を取り戻しただけでなく、受け身を前向きにバナナ園を開放して日本人客に参観させるようになりました。不管对来文中是在跟我们斗三工的啊，算讲斗推广的，安尼讲较紧。这文中人稍微端，吼，稍微才去了解这个产业生做安怎，安尼嘛，文中是一种推广。自分が植えたバナナが一本一本旅行客の手に渡るのを見たら、講師さんの顔にも徐々に笑顔が現れました。彼が自ら作り上げたこの海外輸出加工工場は、畑山人が低潮期から立ち上がったことの証明です。彼は自分が努力し続けるなら必ずバナナ町が復興する日が来ると信じていました。伊呀吼，我讲真诶啦，无少成本啦。伊出来导览，出来车顶拢扎金蕉出来食。导览了，咱也有提一个导览费，就收无嘛不要紧啦，伊嘛不要紧。伊真正面咧，伊个性安尼咯，伊无咧，所以人讲当生诶员工慷慨诶两倍，即种上后壁咧啦。一本のバナナが海外へ行くための背後の秘訣は簡単ではありません。まず洗浄でホコリや乳汁を洗い流し、それから乾燥と等級に分けて包装する系列だった順序があります。こんなに厳しく面倒にするのは畑山バナナの名声を確保するためです。我挂出来了
去外销的一批场一批，啊，经过选别，啊，有迄个特优良，哦，特级外销，啊是优级外销安尼，啊，优级甲良级就是内销，啊，看市场啦，嘛是有特级的内销的啦，嘛是有啦。バナナ農家たちがこんなに頑張っているのに、畑山人も見ているだけではいられません。バナナ町の人たちも皆バナナ王国を復興させなければいけないという当然の責任感を持っています。因为从小自己是生活在农村那个地方，可是生活在农村，可是我却没有在就没有下过田，然后也没有那个机会去下田，所以就很想有机会说可以来农村这边，就是实习或者是工作，来体验一下这样子的生活。年々面白くなるバナナ文化祭はバナナ町の風情に対する詠嘆です。さまざまなバナナのアイデア商品はバナナ町が新時代へと邁進したことの新気象です。精細な火花はいろいろな芸術形式をもって表現され、現在の畑山人はもはや昔日の悲しみから離れ、自分たちとバナナとの関係を改めて定義しました。畑山に来て思い出を持ち帰る以外にも、もし手土産も持ち帰れるならなおさら完璧です。大家来岐山玩就想说，欸，我来岐山骑的，我有没有什么伴手礼可以带回去的，好，可是冰很好吃，可是不好炸，带把肚子带炸回去而已，就是这样子。好，那时候我们才会去开发说，啊，就是冰品跟香蕉有关的这个伴手礼。小さくも精緻なバナナチーズパイは、畑山人のバナナ産業のために力を尽くしたいという気持ちが込められています。現地文化と洋菓子の結合は、異なる火花を散らし、畑山にさらに多くの新時代の創意エネルギーを注入しました。たとえ時代がどのように変わっても、畑山人はいつまでもバナナは彼らの宝であり、台湾の誇りであると信じ続けます。服に垂れたバナナの乳汁は一度ついてしまうとどんなに洗っても落とせません。ならばバナナに関する記憶も忘れるはずがありません。この土地に対する思い、自然へのいたわり、そして歴史への尊重が畑山バナナにもう一つ他とは違う味わいを加えます。よく味わってみれば、汗と涙の背後に笑顔の中で見え隠れするバナナの新たな楽園を見ることができるでしょう。